画面の前の皆様こんにちは、ベルクラハゲです。髪の話なんてしないよ今回は。まあそんなわけでね、このハロウィンライト、もったいぶっててもしょうがないから、まあ、持っていこうかなと思って、来ました。まあハロウィンが終わってしまうとね、まあ記念として撮っとこうかなと思ったんだけど、もうこの機会だからね、使った動画のためにバンバン使っていこうかなと。ただね、ハロウィンライト持ってると、なんか結構死ぬね。なんかそれを殺人鬼に浴びせて、で、ハロウィンライトやっていう感じでね、こう苦しんでるところをなるだけ映像に収めたいと、私は思っています。OK、準備完了。で、しかもですね、紫電球に、こう、紫電球って一体何なのかとちょっと説明します。ものすごい殺人鬼に対して、こう、このなんだろう、懐中電灯の効果が高くなるってやつなんですよね。なのでね、目がくらみやすいって、まあ、いった感じです。さあ、やっていこう。もうね、ハゲってだけで狙われやすいんですよ、なんでか。あのハゲ絶対殺してやるみたいな。もう髪もないんだからさ、髪もなければ髪にも見捨てられてる。あの本物の髪ね、一体何なんだという感じがするんだけども、私はねこのハゲ頭が好きなんで、あの使ってますね。いや、ハゲ頭が似合うハリウッド映画のスターって結構いっぱいいるじゃないですか。ビン・ディーゼルとかさ、ブルース・ウィルスとかね、ジェイソン・ステイサムとか、いっぱいいると思う。まあ上げてもきりないもんね、似合う人ね。私もそんな感じになりたいんですよ、本当は。ハゲが似合う男になりたい。だって将来どうせハゲるなら、まあハゲが似合う風な方がいいじゃないですか。また髪の話しだしてるっていう。大丈夫かな。最近フレディがいるから急に飛び出すと危なかったりするからね、飛び出し危険だったりするから。大丈夫か、怖いぞ。何が来る、こう草がなんかカサカサなったらもうフレディですよ。よし、オッケーオッケー。緊張が走る。今回のパーク構成はデッドハート、ボロタイム、ゴロタイに鞭打つ、そしてセルフケアとアイテムの消費率が落ちる、やつですね。見られてないな。誰だ、静かだな。なんか妙、嵐の前の静けさというのはこのことなのか。妙に静かだね。まあホラーって基本そのメリハリが重要じゃないですか。わー、やっちまった俺。マイケルか。私見られてないよね。まあ大丈夫みたい。ホラーってメリハリが必要なんですよ。だからそのびっくりの連続っていうのは実はそんなうまい手法じゃない。静かな中にドンとくるっていうこの緩急がね、だからホラー映画って大切なんですよね。だからもうぐっちょんぐっちょんのスプラッターをぐっしゃんぐっしゃんに連続でやったってあんまりね効果的じゃないんですよね。日常にある中でピリッと怖いシーンがあるというのがね結構私は好きなんです。だから前に ご紹介したかもしれないけど、バタフライエフェクトっていう私も大好きな映画があるんだけど、あれもそうなんですよね。主人公が小さい頃とかにこう普通にキャッキャキャッキャ、ね、家の中で遊んでて、お母さんもああ遊んでんのねみたいな感じで目を離してまたこう戻ったら台所で包丁を持って立ってるみたいな、こうしかも無表情でね、息子がね、でその間の記憶がないみたいな、そのメリハリの演出ってすごい良かったね。そこやん、めっちゃそこやん。っていうかもう紹介したかどうかも私か見られたかな、私紹介したかどうかも私覚えてないんだけど、もう映画を紹介しすぎ て一体何を紹介したかは覚えてないんだよ。そこか、なぜこの辺探すかな。いや、行ったか、帰ってこないか。 あそこ壊してんだ。でもう一回来るか。やばいやばいやばい。
おっ よし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 、いける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 、飛び立て、これがかわしみの術だ。鍛え上げた私のハゲ頭でトゥルンといきます。壊しちゃう。ああそこでやられたか。どうしたもんか。ライト当てれるかな。あ、無理無理だこれ。お化けライト無理だ。こうまずいね。一回板当てといたんだけど、もぎりながらちょっと戦略を練りましょう。離れたかな。ちょっと待ってくれよバグ子よ、今行くから。あれバタフライエフェクトさ、障害したんだっけ、覚えてないな。ある主人公がね、時折記憶を喪失するんですよ。あ、行くみんちゃん。あ、時折記憶を喪失するんだけど、その喪失してる間に何をやってるのかは全然覚えてないわけ。うん、で、今よしボルタイム、ゴルタイムムチ打つ、ボルタイム。ちょっとダメだ、向こう行ってるわ。まずいか、あれあれまずいな、これ一回はボロタイムで耐えれるんだけど厳しいか。肉壁にもなったけど厳しいかな。まあ、どっちにしろあそこいけてるか、いけてるっぽいな。よかったよかった。ああ倒れたか。持たれるかな、持たれるな、厳しいぞ。でその時折記憶をなくすから、まあお医者さんにね、あの日記をつけてもらう、日記をつける習慣をね、持つようにって言われるわけですよ。で子供の頃から日記をつけてつけてくるんだけども、実はその記憶を失ってる間にね、すごいことが起きてるんです。もう想像できないぐらいすごいことが実は起きてる。小さい頃に関係あったその、ああ幼馴染とかね、よし、あいた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 、よし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 、なんか落ちてた、なんか落ちてた今。ただこのライトの方が重要なんだよね。え、どっか行った？ん？これくらい。まずいまずい。まずいまずい。どこだ？あ、いた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 。お、見失ったか、見失ったか。よしよしよし。もう一つのドアを目指さんとこれ。まずいまずい。すいません。あ、ここに非常口ある。どうしようかな。どうしたもんかこれ。でね、幼馴染4人いるわけです。あ、3人いるわけです、女の子含めてね。でその子たちと実はね、小さい頃にあることをやって、でお互い秘密をね守り合うっていう約束をしてるわけです。でそれもね大きくその後の人生にかかってくるんですけども、その記憶を、いける、私これいけるわ、記憶を喪失したっていう、するっていうその現象と、そのね昔に起きたことがすごい混ざり合いながらいくんです。あんまり説明するとめちゃめちゃね、ネタバレになっちゃうからちゃんとは話せないんですけど、これね、あんまりね前情報入れないで見た方がいいです、本当に。主演の男の人はアシュトン・カッチャーっていう 人だったんだけどね。うん、めっちゃかっこいい人だったんだけど、まあその人が主演で、ね、あのねサイドにいる人たちも結構有名な人たちだったんだよな。いやもうぜひ見てほしいです私はね。SF 要素みたいなのも入ってるんで、そういうのも好きな人だったらいいかもしれませんね。そんなわけで、ご視聴の方ありがとうございました。皆さんの良きゲームライフの方に乗っております、ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は
画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。